DJ ポリスと呼ばれ一躍有名になりました警視庁の機動隊員の男女2人に警視総監賞が授与されました。ここに集まっている皆さんは12番目の選手でもあります。お互いに譲り合って駅の方向に進んでください。警視総監賞を受賞したのは第9機動隊に所属する20代の男女2人の隊員です。2人はサッカーのワールドカップ出場が決まった4日夜、熱狂する渋谷の若者らを巧妙な語り口で誘導し話題となりました。当日渋谷駅前で怪我人や逮捕者は出ず、警視庁は現場の状況を読み切った広報がサポーターの心情を捉えたとして警視総監賞を授与しました。2人はこれまでにもペアを組み、初詣の会場で誘導などを担当しましたが、今回もアイデアを出し合ったということです。2人は受賞にあたり、隊員のチームワークがあったからこそいただいた賞で、感謝の気持ちでいっぱいですなどとコメントしています。